はい、こんにちは、まめと申します。いじめっ子虐殺ゲーム実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということでね、私が一番よ、私以外はクズみたいなね、とんでもない野郎がこの中にいるようなので、ぶちのめしに行きたいと思います。鼻を明かしてやれ。痛い、なんだか頭が痛い。カラオケ誘っても行かない。放課後、みんなが楽しそうにおしゃべりをしている。私は特に用事がないので帰ろうとしていた。ねえねえ、一緒にカラオケ行かない？クラスの女の子たちが私を誘ってくれた。でもカラオケなんて行きたくなかった。歌うのはあんまり得意じゃないし、別に歌いたいとも思わないし、正直お金もそんなに余裕がなかった。別にいい。ああ、そう。女の子たちは立ち去っていった。友人関係を維持するために無理にでも付き合うべきだっただろうか。せっかく誘ってくれたのに悪いことをしてしまっただろうか。でも正直行きたくなかった。次の日、ねえ、一緒に洋服見に行かない？また昨日の女の子たちが誘ってくれた。私は特におしゃれにこだわる人間ではなかったし、何よりお金に余裕がなかった。また誘われると悪いのではっきり答えるようにした。行かない。は、そうですか。急に冷たい態度であしらわれた。それ以来もう私は誘われなくなった。みんなのささやき声が聞こえる。何あいつ、人が誘ってるのに。一人が好きなんでしょ、きっと。もうあんなやつ誘ってやんないよ。ちょっと調子に乗ってるんじゃない？なんか冷たくて嫌な感じだよね。あの人カラオケに行くお金ないんだって。新しいお洋服買うお金もないらしいよ。へえ、貧乏なんだ、かわいそう。まさに底辺の人間ね、底辺女。みんな好き勝手言っている底辺女、グサグサグサッと刺さりました。私は無理をするべ、すべきだったのだろうか。自分に嘘をつくべきだったのだろうか。誰も傷つけたくなんかなかったのに。何だったんだろう今の。ここに来る前の私の記憶なんだろうか。あの人見たことがある。確か同じクラスの人だったはず。名前は最上はじめだったかな。よく思い出せないけど、私と同じトランクを持っている。トランクの中身は何だろうか。これでもこのなんかめっちゃ可愛いんだけど、うさ耳ついてますよ。とりあえずルール確認するか。何のゲームだ。まずクイーンと奴隷のカードが1枚、1人1枚ずつ配布されます。どちらかがスタートの掛け声でゲームが開始します。お互いにカードを伏せて、どちらか1枚のカードを出します。30秒以内にセットの掛け声でカードを確定します。確定後30秒以内にオープンの掛け声でカードを開きます。カードの内容によって勝敗が確定します。クイーンの場合引き分けとなります。カードを元に戻して10分以内に対決します。クイーン奴隷の場合、クイーンの勝利となります。クイーンは青い扉に進むことができます。奴隷は死にます。これってじゃあクイーンしか出したくないよね。奴隷の場合、両者、勝利となります。両者勝利となるならば話し合わせてしたいところだが、絶対あいつ殺すみたいに思ってるしな。2人とも次の扉に進むことができます。赤い扉と青い扉のどちらに進むこと、どちらかに進むことができます。2人とも同じ色の扉を選ぶことはできません。注意事項、スタート後はゲームを、途中停止できません。開始後セットオープンを宣言しなかった場合でも、強制的に30秒後にセットオープンになります。ゲーム中の暴力は認められません。最初のスタート前の考える時間は無制限です。お互いにどの手札を出すか交渉しても構いません。カードの譲渡や交換は認められます。なるほど。カードの焼却、破壊、破棄は認められません。セットの後の移動や交換は不可です。
カードに埋め込まれた IC チップで手札を判定します。赤い扉は、最後の部屋に通じているのでおすすめです。 IC チップでっていうことはもう塗り書きはできませんね。トレーは死ぬ。これって本当に死ぬってこと？ルール違反で、ルール違反をしてもブレスレットが爆発するのかな。待ってよ、話しかけましょう。ちょっとバニーガールに。はい、ちょっと可愛いと思ってしまったよちょっと相談してみようかな。あら、ナコちゃんじゃない？めっちゃフレンドリーに話しかけてくるんだけど。え、久しぶり、元気してた？あ、うん、なんだろう、なれなれしいな。私この人とそんなに仲良かったっけ？気がついたらさ、こんなとこに閉じ込められちゃってて大変だよね。でも二人で協力してゲームをクリアすればすぐに出られるよね。感じる違和感、なんだか頭が痛い。ここはどこ？そうだ、これは私の記憶。私は地べたに座っていた。ほら、さっさと謝れよ。リーダーか。これがリーダーじゃない？そのいじめの。私は顔を足で蹴られた。痛い。ぶつかったのはそっちだろうが。さっさと謝れよ。そうだ、私この人と廊下でぶつかって、でも向こうからぶつかってきたような。ごめん。私の口からは謝罪の言葉が流れた。ちゃんと土下座して謝れよ。再び顔を蹴られた。痛い。私がナンバーワンなの。誰よりも友達が多くて誰よりも偉いの。その辺ちゃんと分かってんの？分かったら地面にこすりつけて心から謝罪しなさいよ。理不尽に何度も顔を蹴られた。何を言っても無駄。適当に理由をつけてただ私を蹴りたいだけ。これはいじめなのではないか。ごめんなさい。聞こえねえよ。笑ってやがる、取り巻きたちめ。周りのみんなが笑っている。よかったわね、笑ってもらえて。あなたの滑稽な姿が面白いのね。受けてるわよ、未来のお笑い芸人さん。違う、これはいじめだ。きっとそうだ。これはいじめじゃないわよ。あなたの態度があまりにも悪いから、私が教育してあげてるの。私が上で、あなたが下。上下関係の作法を覚えるため私が協力してあげてるの。失礼いたしました。分かったらさっさと謝れ、この底辺女。ぐさっぐさっ、心臓を貫かれました。私がナンバーワンだ。お前は底辺だ。ご存知でよく。痛い。でも私の誘いも無視しやがって。出してくれるなら心よく行きます人間の底辺。誰も助けてくれない。痛い。心が苦しい。私は結局相手が飽きるまで謝り続けた。彼女がいじめのリーダーだっただろうか。でもその集団の一番奥に一人、こいつがリーダーじゃないの、私が一番とか言ってるのに。忘れられない人物がいたような。そうだ、思い出した。私はこの人にいじめられていたんだ。しつけだ、からかいだ、遊びだ。適当な理由をつけて私を精神的に追い詰めて。私は毎日とても嫌な思いをしたんだ。許さない。私はこの人にひどい目に遭わされた。土下座させられ、顔を何度も蹴られた。死にたい気分になった。許すことはできなかった。ルールは読んだわよね。簡単なゲームよね。お互いに奴隷を出せばクリアでしょ。お互い奴隷カードを出せば二人ともクリアだ。でも
もし片方が裏切ってクイーンを出せば、奴隷は死んでしまう。じゃあ、あなたのクイーンをもらえるかしら。間違えて出さないよう、私が預かっておくわ。はじめだったっけは、ニコニコしながら言った。私にクイーンを出されるのが怖いから。とにかく自分の安全を確保したいんだ。自分のことしか考えてな、考えていない、はじめらしい考えだ。渡してもいいけど、条件があるわ。謝ってくれないかな。は？はじめの顔色が急に曇った。前に、学校の廊下でぶつかったとき。いいえ、あなたからぶつかってきたの。私に土下座させたよね。何度も私の顔蹴ったよね。足蹴にして何度も何度も蹴ったよね。私すごく痛かったの。死にたい気持ちになったの。だから今ここで土下座して謝ってよ。あの時の私みたいに土下座してよ。本当に心から謝罪してくれたら、お互い平等な関係とみなして、クイーンのカードをあげてもいいわ。ちょっと。はじめの顔色がみるみる曇っていった。私、ちょっと耳が遠くなっちゃったのかな。耳鼻科行く？今ならまだ間に合うわよ。また、もう一回ここで土下座して謝るなら。お、二人でもう土下座しちゃう？こうなったら。今の言葉、聞かなかったことにしてあげてもいいわよ。はじめが引きずった、顔で作り笑いを浮かべた。私が土下座しろって言ったの。さっさと謝れよ、この勘違い女。はじめの中で何かが切れた。はぁ、何言っちゃってんの。勘違い女はお前だろうが。私がナンバーワンなの。お前は底辺女だろうが。おとなしく言うこと聞けや、このブスが。ブスがはミラーかな。そっちに跳ね返っちゃうよ。はじめはものすごい剣幕で脅した。何勘違いしているのかな。自分は友達が多いから偉いと思ってる。あなた友達なんていないでしょ。気が弱そうなイエスマンを集めて、自分の周りを囲ませて、自分が偉そうにしたかっただけでしょ。数に物を言わせて思い通りにしたいだけ。一人じゃ何もできない。臆病な、臆病で姑息なクズ女ね。私は平然と事実を自分の思いを述べた。はじめは悔しそうに黙った。殺す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 。呪いのようにはじめはつぶやいた。言っておくけど、ゲーム中の暴力は認められてないわよ。私は反論するたびに、はじめの顔が赤くなる。はじめの怒りのボルテージは上がっていくようだった。あなた、本当にいい加減にしなさいよね。学校に戻ったら、ただじゃおかないわよ。私の仲間を全員引き連れて、これでもかってくらい、いじめ倒してやるわよ。無事戻れたらね。私はクイーンのカードをちらつかせた。あなた、まさか。もしお互い奴隷を出そうと約束して、私が裏切ってクイーンを出せば、はじめは死んでしまうのだ。お互いクイーンを出せばやり直し、終わらない永久ループに入ってしまう。仕方ないわね。二人で脱出するにはお互いの信頼が不可欠。はじめは私に謝罪して関係を修復するしかない。でもそれははじめのプライドが許さない。悔しくても私に謝るか、それとも。分かったわ。はじめははっきりと何かを決意したようだった。その目は、色がなく静かな、怖さがにじんでいた。まるで殺人者の目。じゃあこうしましょう。はじめが急に明るい笑顔になった。お互いクイーンのカードを破り捨てましょう。それならお互い奴隷しか出せなくなるわ。
思いがけない提案、新しい発想。破ったらダメって言ってなかったっけ？確か破らないだよね。でもそれには致命的な欠陥があった。ダメよ。どうしてよ、まだ私に立てつこうっての？なぜか初めは激怒した。私は冷静に説明した。ルールでカードの破棄は認められてないわ。ああ、そうだったわね。急に初めはおとなしくなった。さっきまであんなに激怒していたのに、いきなりこんな、取引を持ち出して。この女は自分一番、平等という発想はないはず。何か怪しさを感じた。じゃあこうするわ。はじめはクイーンのカードを表向きでテーブルに置いた。明らかにクイーンの絵柄が描かれたカードだった。クイーンのカードはここに置いておくわ。これなら私は奴隷しか出せないでしょ。これで信用してくれる？確かに配られるカードはクイーンと奴隷1枚ずつ。クイーンが出せなければ奴隷しか残らない。でもあからさまに怪しい。さっきまであんなに怒っていたのに、どうして急にそんな自虐的な態度を取るのか。お互い奴隷を出してさっさと終わらせましょう。じゃあ始めてもいいかしら。やたらとゲームを急がせる。一体何を焦っているのだろう。でもそれには致命的な欠陥があった。私はまだ見抜けてないんだが。ちょっと待って、こちらのカードは、あーなるほど、私のクイーン出さなくていいの？確かに。私はクイーンを見せなくてもいいの？あえて私は相手の不利を指摘した。はじめだけクイーンを見せるのは不平等。確実に奴隷同士でぶつけるならば、私のクイーンもオープンさせたいはずだ。ああ、いいわよ別に。私はあなたが奴隷を出すって信じてるから、絶対に奴隷を出してくれるわよね。こいつクイーン2枚持ってるな。気持ち悪いぐらいニコニコしている。なぜ急に私を全面的に信頼するのか。本当に心を入れ替えたとでも言うのか。心を入れ替えたなら謝ってほしい。謝ってはくれないの？なんで私が謝らなきゃいけないの？冷たい態度だ。やっぱり謝ってはくれないんだ。とにかく早くここから出ましょう。何よりもそれが先決よね。話があるならその後で聞くわ。冷たい態度です。急がせる。とにかく早く切り上げたい感じだ。確かに早く抜け出したいのはわかるけど、なんでそんなに焦ってるの？いい？絶対に奴隷を出すのよ。ほら、私は奴隷を出してるんだから、あなたも絶対に奴隷を出すのよ。いいわね？しつこい。念入りに私に奴隷を出すことを強調する。そんなにしつこくされたら怪しいと思ってしまう。始めてもいいかしら。どうぞ。私はある確信を持っていた。だから迷いなくそのカードを手札として出した。スタート。はじめの掛け声でゲームスタート。もちろんクイーンですよね。セット。滞りなくゲームが進行。オープン。そしてカードが開示された。両者ともクイーンのカードだったですよね。両者引き分けになります。再度対決してください。はじめの態度がまた急変した。なんでクイーン出しちゃってんの？あんたは底辺女でしょうが。底辺の奴隷女がなんでクイーン出してんの？奴隷出せよボケが。ここまで来るとちょっと笑ってしまう。すごいですね、はじめさん。はじめは怒り狂っていた。私は奴隷を出すなんて一言も言ってないわよ。今の流れ完全に奴隷同士の流れだったろうが。空気読めよこの KY 女。
私は冷静に彼女の異質な状況を指摘した。なんであなたクイーンを2枚持ってるの？テーブルの上にはクイーンが2枚あった。はじめは不機嫌そうな顔で私を睨む。理由は説明してくれない。また逆戻り。これじゃ決着つかないじゃん。どうすんの、もう。一人でブツブツと独り言を言っていた。お互いに疑い合った状態ではクイーン同士の永久ループになってしまう。動くことができないのだ。いいわよ。え？私はある確信を持っていた。だからもう迷いはなかった。もがみはじめは、まあ自分のことしか考えない自己中女ですよね。うん、間違いないこれで。はい。私はカードをテーブルに置いた。私はクイーンのカードを、開示して横に提示。もう一枚の奴隷のカードを手札として伏せる。あとは好きにしなさい。あなたが好きな時にゲームを開始しなさい。私は手を離してそれ以上の操作を放棄した。え？はじめは困惑していた。もしかして負けを認めるってこと？自分が奴隷だと認めるの？自分が底辺でどうしようもないクズ女だって、自らの人生を諦めて死を願うってこと？はじめはこみ上げるように肩を揺らして笑った。あんた本当のバカじゃん。私が降伏したと思っているのだろう。でもそれは勘違いだ。いいえ違うわ。私は絶対に負けない。次のゲームは私が絶対に勝つの。あなたは死ぬの。はじめが鋭い目で私を疑う。このカードには魔法がかけてあるの。だから次のゲーム私は絶対に勝つ。何よそれ、魔法なんてあるわけないじゃない。はじめは私をバカにした。でも心の奥の不安が見え隠れしている。私はもう何も言わないから。ゲーム開始してどうぞ。ここで私はカード操作を完全に放棄した。はじめは明らかに困惑していた。あまりに自分に有利な状況に戸惑っているようだった。心配そうにそっと私に聞いた。もしかしてあなたもトランクの中にクイーンが入ってるの？はじめは自分からネタバラシをした。はじめがクイーンを2枚持っていた理由。どうやらトランクの中にクイーンが入っていたらしい。お互いクイーンを破ろうと言ったり、クイーンを見せたままゲーム開始をしようとしたり、絶対に何か理由があると確信していた。だからさっき危険を感じた私はクイーンを出したのだ。でも無駄よ。クイーン同士でぶつけたって引き分けになるだけなんだから。はじめは呆れていた。いくらうまく騙そうって私は絶対に奴隷なんか出さないわよ。私は全く表情を変えなかった。はじめは怯えている。私の根拠はわからない自信が怖いようだった。魔法ってもしかしてクイーンと奴隷以外、例えばキングとかそういう例外のカードがあるって。はじめは私のトランクの中身を知らない。私が何かすごいアイテムを持っていると勘違いしている。ハリセンだけどな。カードを見ちゃいけないなんてそんなルールはなかったわよね。はじめは焦った様子で伏せた私のカードを勝手にめくった。何よ、ただの奴隷じゃない。一瞬見てくだらなそうにまた、場に伏せた。このままゲーム開始しちゃっていいの？このままだとあなた本当に死ぬわよ。はじめは自分に自信がないようだった。死ぬのは怖いでしょ。ほらほらほら、私を脅しているつもりなのだろう。だが私があまりに平然としているので逆に脅されている気分になっているようだ。
いつも自分が優位に立って上の立場にいたから、急に見下ろされた気分になり焦っているんだ。謝れ、土下座、土下座。はじめは軽いパニックに陥っていた。サード耐えかねてゲーム開始を宣言してしまった。もうこうなったら止められない。ほら、こっちはクイーン、あなたはどれ。はじめは息が荒い、震えている。とても興奮しているように見えた。まだセット前なら間に合うわよ。ほらほらほら、土下座して謝りなさい。そうすればこっちも奴隷にしてあげないこともないわよ。充血した目で震えたカードでカードを見せつける。私は微動だにしない。このままだとあなた死ぬのよ。なんでそんなに落ち着いてるのよ。あなた死ぬのが怖くないの。死ぬのなんて怖くない。本当に何か魔法がかかってるの。本当にそっちが勝つの。はじめはまだ気づいていない。このカードにかけられた魔法の本当の正体をですよねと思った。なんか時間制限があったよなって。20秒前です。カードの譲渡や交換は認められてるのよね。はじめは手札のカードを私と入れ替えた。これで見た目上は、はじめが奴隷、私がクイーンになった。ほら、あなたのカードと交換してあげた立場が逆転しちゃったわよ。どう？怖いかしら？私は何も反応しない。なんで何も反応しないのよ。こっちが魔法のカードじゃないの？ねえ、なんか言ったらどうなのよ。はじめは冷静に場の手札カードを再確認した。普通に見れば自分が奴隷で相手がクイーン。このままだとはじめは死んでしまうように見える。やだ、まさかこれ本当にただの奴隷なんじゃ。怖い、怖い。20秒前です。はじめはパニックになっている。また私と手札カードを入れ替えた。もう入れ替えは、2回目。確固たる自信がなく揺れている。これで大丈夫。私の肩を持って揺さぶる。やはりそうだ、この人にはないんだ。死にたくない、死にたくない。10秒前です。はじめはもうまともな状態ではなかった。まさかそれ本当に魔法のカード。いや完全なパニック状態だった。最終的にもう一度だけ入れ替えた。つまり最初とは逆の手札。見た目は私がクイーンで、はじめが奴隷の状態になった。時間切れ、両者強制セットします。カードの変更はできません。あなたが悪いのよ。はじめは息を切らせながら辛そうに言った。死んでも恨みっこなしだから、この魔法のカードであなたは死ぬのよ。はじめは自分のカードで私が死ぬと思っているようだった。奴隷カードに何か魔法がかかっていると思っているらしい。え？それ、ただの奴隷のカードだけど。え？オープン。ねえ、どういうことなの？ねえ、ねえ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 。はじめは心配そうに私に詰め寄った。時間切れ、両者強制オープンします。勝敗が決まるらしい。クイーン対奴隷の対決になります。勝者ナコ。敗者は死にます。ちょっと、なんなのよそれ。このカードには魔法がかかってるって言ったじゃない。言ったけど、確かに私は言った。私が絶対に勝つ魔法がかけてあると。あなたは絶対に私に勝ちたい。だから私が勝つと言った行動と逆行動ん私が勝つと言った行動と逆行動を取る。あなたは人を蹴り落としてでも
自分だけ助かろうとする人間だから。私はそれを利用しただけ。結果的に私が勝つことになる。一見最悪の手札で自殺行為だとしても、自信の見せ方で最強の手札に見えてしまう。はじめは本当は臆病で弱い人間だ。私の自信に屈服し、負けてしまったのだ。ナンバーワンの女王が聞いて呆れる。実際はへっぴり腰の弱虫、臆病女だったのだ。何よそれ。なの、何の根拠もないじゃない。そう。確実に勝つ方法なんてなかった。だから私は信じた。あなたという人間の特性を。相手を犠牲にしてでも自分だけ助かろうとする。人を踏み台にして自分だけ最上段に登ろうとする。自分の下に人を置いて自分が常に優位に立とうとする。そんな考え方で友達なんてできるわけがない。あなたは結局自分のことしか考えられない。誰も友達がいない。愚かで自己中心的なクズ底辺女だということ。自分のカードを奴隷に変更すれば二人で助かるという選択肢はあったはずなのに、あなたがそれをしなかったのは、自分だけ助かりたい、自分が優位に立ちたい、相手を思いやる気持ちが欠けていたからよ。はじめは私にしがみついた。ねえ、もう一回やり直そう。お互い奴隷を出し合って二人で助かろう。ね、いいよね。ね、ね。あ、そうだ、もし学校に戻ったらあなたも私の仲間に入れてあげるわ。もうあなたはいじめないから。他の子をいじめるから、一緒に他の子をいじめて楽しもうね。ね。死んだあの世で反省しなさい。敗者を処刑します。はじめの床が開き、どこかへと落とされた。もうはじめの姿を見ることはないだろう。なんだか気分が悪いわ。そういえば、私には友達がいたのかな。よく思い出せない。とりあえず、すごく苦しい。すごく苦しいです。はい。ということで、今回もここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もみんなで苦しみましょう。バイチー。